はい、皆さんどうもこんにちは。ウドウです。ファイアーエンブレム、暁の女神、続きをやっていきたいと思います。こんな感じか。こうかな。うん。ですね。あ、来ない。来ないだと。マジか、いいのか。やっちゃうぞ。いて。動かないって見ていいんだよね、これは。無駄キャンセル。よし。動かないって見ていいんだよね、これは。剣士。じゃあもしもの時用にオルグ、知らないぞ。うわ、動いてきやがった。マジで、かわせ、絶対かわせ。なんで当たんだよ。やばい。当たんなよ。当たんなよ。うっ、はあ、はあ、はあ、ちょっと怖いって。つらい。心臓に悪すぎる。待って。考えさせてください。ちょっと待って、考えさせてください。もう、心臓が、これいいよね。やっちゃうぞ。いいよね。もう、やばい、まだちょっとバクバクしてる、心臓が。よし、そう。もう、レオナルドばっかり育つ。エディ、頼む、エディ。あ。まあ、HP はうまい。HP 低すぎだろ、レオナルド。これは低い。あ、技カンスト。技と魔法カンスト。怖すぎる、もう。さすがに当ててよ、これ。当ててよ。よし。うん。あ、惜しい。
誰か、ああ、無理だよな。ああ、無理だよな。無理。引き受けできないときた。引き受けできる？できる。よし、引き継いで下ろします。よーし。怖え。あ、オルグがいたじゃん。あ、じゃあいけるんじゃない？待って。オルグ届き。よしよし。よし。よし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 。じゃあささ開けようぜ。扉。ああ、もうまだか。まだか。よし。もうあのアーマーチクチクしよう。エディで。ああ、もう。いってえ、こう、危ねえ。よし。会話。ローラ、俺と一緒に戦わないか、どうだろう。はい、助け合いは素晴らしいことだと女神様もおっしゃっておられますと。エディ、え、なんでこんな上が、あ、そっか、支援範囲外だから。あー、もうヒヤヒヤした。よし、開けよう。ガラガラガラ。ありがとう、助かった。あと数日後だったらもう体が持てなかった。俺は北西の門から逃げてみる。こんなところで死にたまるか。絶対生き残ってやる。重々か。当たらないで。お願いだから当たらないで、これ。ああ。まあ、いいや、次倒せる。おお、強い。技もね、あとちょっとでカンストするんじゃない？ローラやっぱ強えわ。ちょっと HP めっちゃ少ないけど。クソ少ないけど。ローラ救出。引き受け。引き継いで、下ろす。うん。だよね。うん、これでいいよね。あ、ビーゼさんちょっとどいてください。助けに来てくれたのか。ありがとう。諦めなくてよかった。奇跡の乙女が助けに来てくれる。みんなでそう信じて頑張ってきたんだ。あ、そうですか。痛い。
よし、とどめだ。あー、この野郎さ、もうこんだけボコボコ 40%30% が当たるんだったらさ、守備が上がるはずだろ、上がるはずだろ。おい、うわ、ちょっと待って、初期値いくらだっけ、初期値いくらだっけ、守備の初期値4とか3じゃなかったかな。もう15回レベルアップして3回ぐらいしかかからん、相当やばいよ。こう、みんなもよし。ではあのテオノくんを、この子ですね、テオノくんを、あ、傷薬盗もうぜ、後で盗もう。ああ、テオノどうやって、どうやろうかな、レオナルドでいっかな。イレースはイレース、あ、でも待って、あ、イレース、あ、届かない、まあいっか。ルアリーム、トパック、よし、バイバイ。傷薬盗もう。ちょっとね、エディの支援をちょっと考え直した方がいいかもしれない。回避が上がってほしい、防御とかよりも。うん、その方がいいですよね、絶対。ちょっと支援考え直してみるか、せっかく A まで開けたけどさ。です、うー、でもまあイレースでちょっとチクチクする。あ、でもレオナルドの方がレベル、レオナルドでいっかな。まあいいや、とりあえずまあいいや。うん、避けるだろ、もう。45% か、当たってもおかしくない確率。鋼じゃなくて鉄、鋼はもったいない。よいしょ。で、サザはどきます。うん、かな。エディは今いくつレベル16か。力と速さは完走するな。力、技、速さを早くカンストさせて拠点成長、でも拠点成長させる候補がいっぱいいるんだよな。
って。この、この、次もいけるな。イレース。あーあー。たまにはミカヤもやってみる？ビューン、オッケー。エルウィンド多分動いてくると思うんですよね。じゃあ次のターンレオナルドで魔導士誘うか。それで行こう。エルウィンド誘おう。レオナルド。かな。で、こうかな。よし、来いよ。さあ来いよ。来ない。来ないと来た。もう一歩前に出てみるか。もう一歩前に。はい、ですね、一旦ですね、ちょっとあれ、一旦録画が切れまして、なんか容量がいっぱいになっちゃってね、なんか録画が切れちゃったので、一旦中断して、で、これ次の、まあ、別の日に撮ってます、これは。はい。ということで、まあ、続きをやっていきたいと思います。なんだっけ、動いてこなかったっていう話か。そうか。うん、動いてこないと。じゃあもうこれは普通にやっちゃっていいのかな。これちょっと怖いな。でもサザムカーツよ。ちょっともう一旦ちょっと待ってみようと思います。あ、ほんと動かないんだ。じゃあ、攻撃したら動くかもしれないから、これは教訓だよな。だからちょっとここで待機します。サザは扉を開けます。夢じゃないのか。本当に、わしはここから。わし？ああ、ありがとう。ありがとう。どういたしまして。よし。あ、ブラッド何も持ってないじゃん。
手やりを装備してる。うん、これでどうかな。これさ、あ、もういいか。来た。痛い。この野郎。よし。これ動いてこねえよな。下のやつら。動いてきたら泣けるぞ。うん。よかった。いいね。いいんだけど。届くね。違う。よし、やろうぜ。よいしょ。よし。これかわすのでかいな。おい、オッケー。で、あのソルジャーはどうしようかな。ジルかな。ジル、イレースで削ってジルでとどめを刺すか。うん、っていう感じかな。よし。よし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 。届かない。次のターンでいっか。11、11。うん、まあいいダメージだな。こいつはアーチャーはじゃあエディでとどめようか。エディでやろうかな。うん、っていう感じで。よし、逃げた。うん、よし。よいしょ。よし、オッケー。欲しいな。あと2レベか。次で19、次で20。で、これマスタープルーフが売れないから、あれですね、もうマスタープルーフは使っちゃった方がいいな。扉を開けます。あ、2人いた。外の騒ぎはあんたたちか。じゃああんたたちが解放軍。この恩は絶対に忘れない。生きて帰れたら、この命は解放軍に捧げる。あんたたちみたいに俺も戦いたい。弱いな。まあ気持ちだけ、気持ちはありがたいよ。うん、よし、では、おい、倒せる。よし、よいしょ。一回倒れて、もう一回攻撃食らったらすぐ立ち上がったぞ。すごいな。よし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 。ああ、壊れちゃった。鋼の剣だけか。ボスは、エディでとどめさせたいな、エディ。エディが一番レベル低いし。
かな。これもいけるかな。よし、よし、いいぞ。うん、あとちょっと、あとちょっと。イカヤ。うわ、死ぬ。ダメだな、ミカヤ、弱いな。まあ、とりあえず、捕虜が逃げるまで、待たないといけないから。これいいチクチクになるな。じゃあとどめがエリーにしよう。それまでレオナルドで削るか。うん、それにしよう。そうしよう。うん、まあ今回ですね、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。